はい、こんばんは、もちろんこうです。今日ね、ちょっと OBS ね、 YouTube の方で上げてるんですけど、まあインスタネタですいません。はい、ね、しばらくね、あ、ちょっと待ってね、枠がおかしいよっと、こういう風にした方がいいか。はい、これの方が見やすいね。はい、ね、あんまりこういうのね、配信ネタでやることはないんだけど、はい、みつきちゃん、オープンおめでとうね。岩塚ね、岩塚の駅、いやーね、もう14、15年ぶり。あのね、あの辺ってね、昔からね、フィリピンパブがね、たくさんあって、で、なんかね、インスタでも俺上げたんだけど、ね、20年ぐらい前ね、エンブレイスのね、内藤藤人社長とかね、遠藤さん、まあ、もともと吉本の芸人でね、俺が高校生の時に、なんかね、何の番組だっけ？すっげえローカルの名古屋のね、番組だけど。なんか街を紹介する街ブラとかで、なんかいろんなゲストとか呼んでね、やってる時に芸人として出てて、多分ね、まだね、あれよ、今田耕司と東野耕司が、ね、二人、あ、信長って今もうやってるんですかね？ CBC テレビの。そう、あれのね、すごい多分前身の、本当に初期の番組で、二人でね、そう、名古屋。だから、そう、なんかね、そういう絡みもあって、なんかね、そうそうそう、それでね、ちょっと中村区の方とかもね、いろいろ遊んだりお世話になったりとかっていうのもあって、ね、久しぶりに遊びに行ったんですけど、いやー、街変わったね。平和になってたね。うん、その当時は結構アウトロー街、岩塚のね、まあ住宅街なんですけど、駅のね、あの辺とかはちょっとね、ちょっとなんかやばい、お薬が好きな方とかが、よく飲まれてる繁華街でね。で、あの辺だとデザートってね、キャバクラあるんですけど、のが20年近くやってんのかな。だからオープン時とかにもね、オープン時であれ、俺いくつだ？ 20 代。ああ、でも、もうバリバリあれだよね。俺も夜の世界にいたとこかな。そう、ね、行って、なんかその時、もう記憶曖昧だけど、朝までやってた記憶があるな、週末とか。そうそうそう、よく遊んでてね。で、昨日ね、まあ、本当に久しぶりにそういう、ね、まあ、いろんな縁もあってね、お伺いして、すごい楽しかったっす。でね、ポケパラの方もね、正直でも去年の、だからその、あれですよね、ステマのね、やっぱり法律が厳しくなるっていう部分で、まあ僕はね、ちょっと、ポケパラに関しては思うところがあって、やっぱね、まあ DM とかでも結構もらってたんですけど、僕の実体験としては、やっぱり、忖度なしでね、まあ半分ネタもあるんですけど、オチとかつけてもやってるんですけど、それでね、まあいいことも悪いことも、実際書いてたんですよね。で、やっぱね、行くお店お店で、そういうの分かってくれてるお店とかグループはいいんだけど、やっぱね、ちょっと内容修正してもらえませんかとか、やっぱちょっとこの辺訂正してもらわないと、せっかく書いてもらっても、承認できませんとかっていう風で、よく言われてたんですよね。でね、ちょっとね、ポケパのね、まあ、ある関係者の方とも、ね、SNS とかで相互やってて、ね、その当時ちょっとね、話もしたことあるんですけど、やっぱね、なんだろう。そう、マイナスのことをさ、なんか承認しないっていうのはもう、はっきり言って口コミとしてね、正確な情報を
もう出してないわけですから、もう桜なわけですから、だからね、それに関して僕はちょっと思うところあったから、もうポケパの方はね、もう完全っていうかね、もう9割9分引退して、でまあインスタの方とかでね、もう今サブスクとかもね取りましたので、まあ大体ね、私がポケパラ始めたきっかけは、あのインスタを伸ばすために、だからもう古っからのね付き合いだったら分かるんですけど、ますみちゃんとかね、俺がインスタ始めた頃から知ってますので、その時俺がインスタ始めた時、あの10人ぐらいしか、しかも1年ちょい前だよ、10人ぐらいしかいなかったの知ってると思いますから、それでね1年ちょっとで今ね 13,500 人ぐらいですね、ありがとうございます。はい、でもスパム系、もうスパム系むっちゃ切って 13,500 人かな。ね、でまたちょっとスパムとかやるような人はどんどんね、インスタとかもフォローを外していきますので、その辺はご了承くださいませ。であとは、はい、みつきちゃんね、お店のやつ、ね、まあね、すごい頑張ってる子ですので、久しぶりに、口コミの方を書かせていただきました。はい、でまああとはね、お礼の方でね、ほんとすいません、全然ね、いいね返しとかできなかったんですけど、まあね、この場の機会でね、まあちょっとね、お礼のお言葉だけはね、まあ、読み込みっていうかね、なんて言うんだろう、ちょっと配信の方でね、お礼を申し上げたいと思います。まあね、ちょっと女性のね、キャストさんの方はちょっと名前省かせていただきまして、まあ、男性会員さんですね、サポーさん、もうサポーさんめっちゃ有名ですね。サポーさん本当ね、ありがとうございます。ダブルヘッダーさんありがとうございます。ナベイロさんありがとうございます。マミさんありがとうございます。ピースさんありがとうございます。まあ、あとナスミさんありがとうございます。はい、読めないですけど、カイリンさんですかね。あと、煙獄乱舞さんですかね。煙獄乱舞さんは、いつも、インスタとかでコメントもいただきました。ありがとうございます。ドンちゃん、ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、まあ、たまに、口コミとかも復活しますので、本当にいいお店だけは、ちょっとね、まあ、ほぼね、9.9 割、9割9分、インスタの方でやってるんですけど、まあ、たまにね、ポケパの方でも書いていきますので、またね、そういった際はよろしくお願いいたします。で、またね、このポケパの方を通してね、インスタの方、フォローいただければ、フォロー返しもして、まあね、いろんな交流とかも、ね、手広くやっていこうと思いますので、はい、皆さん、ね、娯楽。ナイトラウンジ、ナイトスペースっていうの。ナイトエンタメ。よくわかんないですけど、そんな感じで。で、錦の方もね、まあ、いろいろね、事件とかいろいろありますけど、2月にね、ちょっとね、錦の新しいメッカとなるような、キャバクラビルの方が、オープンするっていうような形でしたので、ちょっとそこの方も、まあ、レポートも含めてね、インスタに上げていこうと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。